この瞬間です。山井さんです。今回ですけども、はい、ポコロンダンジョンの提供がまたしても来ました。過去ねポコロンダンジョンの提供を何度かしてるんですけども、うん、今回がねこれ最後のプレゼント企画です。とりあえず最後です、はい、とりあえずね一旦とりあえず最後です、はい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 、過去ねかなり豪華なプレゼント企画してきたんですけども、うん、今回最後ということもあって、はい、かなり気合入ってます。いやもうやばいですよこれ、まあ、これ見てもらったらわかると思うんですけど、鋼の錬金術師全巻セットが5セット。鋼めっちゃ好きやから俺も好きやで。何が一番好きキャラクターで。やっぱりあれちゃうね、エドワード・エルリックちゃうかな。あもう主人公知らんやろ。知らんやろ。どう考えても主人公知らんやろ。俺はもうキング・ブラッドレーとかも好きやし、うん、エンビー好きやで俺。エンビーはまあまあ影も好きやけどな。あの誰グラトニーけ、うん、グラトニーかお前全然知らんやろ。多分グラトニーもエンビーもそんな人気キャラじゃないからな。え、そうなの。ロイ・マスタングとか人気キャラ。あ、マスタング確かに聞いたから。マスタング大したらやっぱり人気は。あと父親も存在があるけどな。バンホーヘアな。俺が一番好きなキャラクターはグリードなんやけど、ゴーヨングリード。グリード好きやったな。一番まあこいつ死なんことしかったなって思ったらヒューズ巡査。いやいやいや、あんま出てこへん。電話中にな、メガネかけて電話中に死んだ、うん、しもう真相を突き止めて電話した時にやられるっていう。誰にやられるって。敵やったホムンクルスや。ヒューズ巡査が。いやヒューズ巡査やっぱり感動のシーンやったな。あそこに関してはもう行こうか。あと赤赤さんの最初衝撃がしたシーンは2位だ。ニーナっていうのはキメラの女の子。あーおったの。そう、犬とあのキメラにされてます。お父さんがもう研究に困って女の子。 あの最初のシーンで衝撃出したもんな。俺読みたいな、これすげえ。これもう俺にセットもらいたいな、ほんま言うね。ちょっとで今回は漫画全巻セット5セットとプラカルバーで、これすごいね。これもすごい。ブルーレイディスクボックスで、これ DVD 全話です、アニメ。しかもこれねめっちゃ高いです。これ1個3万ぐらいします。だからこれ3個あるんで、この時点で9万します。これ全巻セット5セットより高いっていう、これの方が。いやーすごいね。これでこれ3つ、ここで終わりかと、はい、思いきやプラスアルファでまず iTunes カード5万円分、そしてさらに Google プレイもありますから5万分。だから総額したら結構何十万がいってますね。30ぐらい、かなりの豪華さです。鋼の錬金術師好きな人も多いと思いますし、最近の方分かんないっていう人も多いんかなと思う。見てほしいよな、ほんま一回。いやまあおもろいで、これは誰でも楽しめる。多分名作やから、うん、漫画アニメだと思うんでね。今回した方も知ってたけどもう忘れてしまったって方なんかもぜひねプレゼント応募してほしいなと思います。というわけで今回はこれがまずプレゼントになるわけですけども、はい、まあもちろんこれ鋼の錬金術師ってことはコラボしてるわけですよ。ここなんか、まあ、過去フェアリーテールマギとコラボしてきましたけど、次は鋼というね。はいはいはい。まあフェアリーテールマギも俺好きやけども、うん、どっちかってやっぱ剥がれるのが好き。ああそこは。いやいやごめんやけど、やっぱりもうそんな順位は、マギとフェアリーテール新しいから言うても、俺のほんまの漫画読んどった時の中学校の時のこれあれやからな。大ヒット作、アニメはほんま人気やったからな。うん、見たね。まあそんな感じでね、今回すごい豪華な、プレゼント企画となってますので、最後まで見てほしいと思います。で今からですね、はい、ポコロンダンジョンズの剥がれんコラボのガチャを30連引くんですけども、うん、30連引いた結果に応じて追加でさらにプレゼントを増やします。これがやばい、うん、これがやばいですね。ハガレンコラボのキャラクターが1種類出るごとに iTunes カード1万円ずつ追加していこうかと。うわーやばいな、それ。まあ多分全部で5からいつも10種類ぐらいいるんでね。だから最高でまあ5から10万円ぐらいは追加でになると思います。今からですねちょっとポコロンダンジョンズやってみたいと思います。はい、では、ポコダンやっていきたいと思います。お、エンビーや。あ、ほんまや。主人公ですね。弟おるやん、アルフォンス。ガチャがアルフォンス仕様なんですね。あ、ほんまや。エドワード・エルリック来たやん。星5、鋼の錬金術師タイプ。あ、スカー懐かしいな。ロイ・マスタング、まあこいつも多分だいぶ強いよね。アルフォンス、泉カーティスね、師匠ですね。リン・ヤオ、まあ、これグリード吸収したら絶対ありますからね。リザ・ホークアイ、あー懐かしいな。あー、おったこいつ。アンストロング、アンファンも懐かしいな。あ、9人。はい、じゃあこれを30回で引きたいなと思います。30回引いて出た種類の分だけですね、追加と。もう全部引きたいんだけどな、このままったらもうコラボキャラ1点確定やもんな。まあやっぱ一番欲しいのはやっぱマスタングかな、こんなかったら。一番好きなマスタングなんで。やっ、来い主人公。おーい、いや、おっそー、めっちゃ2体きた、めっちゃ来たね。ピンからオッケー、ランファ変わるパターンもあるからな。来い、違う、誰、これ違うやつやもう、マジで強そうやな、これ。レムリア、ランファめっちゃ出る。でもやっぱコラボキャラマスタング。おっしゃー、マスカかっこいい。きた、神に祈る魔王野郎、かっこいいな。コロベシ大ダメージですね。来い、よーし、オッケーオッケー、ホークアイ、3種類出て、ありがとう。これでもう3万円だから残り2回か。2回でもう1回いきます。ラストマスターに託すためにね。いや普通に。おっ、おっしゃー、1個だ、1個、20来たぞ、まさく。うわー、え、こい
つ星5なん。おリニア星5なんや。これで人形知れるかよ。星4のチャンス。おーしゃもうロイマスタグマサハキは5種類そういうことやな。まあそれがもう弟やな。エドワードキラー、まあ、5種類出ましたね。何が出てんのあと、まあ、弟マスタングと弟も星5やもんな。あ泉カーティスも、まあ、泉も出へんな。あ星5があと3体か。星53体いけるかマサ。いやいや星53体はまずやろ。今5やろ。まあ5種類引いてます。最悪まあアームストロングだけ引いてきたよな。星4のアームストロングにこだわるなめっちゃ。俺は弟の方欲しいけどな。頼むぞ弟来い。おっしゃ来た来た。わあ行くか。頼むぞまさか来い。おー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 アルフォンセルイック僕2倍系かサポート系なんやこいつ。頼むもう1体。おー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 7種類か7種類目だ。だからまあ泉とルイムストロマスタングかこいつのサポートキャラ感半端ないけど。おーおーおーラストラスト1個でじゃあまずさらに弱いマスタング引き尽くしてやろう。泉カーティス僕の70でこれ使えねえ。やばいな。オイル高っ。かっこいいな。7つまでいる。あーあーまあさすがに残りだから泉だけやったから師匠だけやったから、まあ、8種類出ましたね。合計で全部追加でだから8万円分の愛知のまあもう切りよく10万円いっときましょうか。もう行こう、10万円分、追加しておきたいと思います。プレゼン価格に、まあ、最後まずそれは詳しく言います。はい。でパーティーですよ。ちょっと軽く育成してこんな感じでパーティー今作ってます。あいいな。かっこよすぎやろ。はい。最後なんですけどもクエストいきたいと思います。キングブラッドレー降臨お超上級いきます今回はね。今回使うのは、まあ、お父さんも借りましょうか。じゃあこれでいきましょう。ブラッドレーの息子もホームンクルするときビビったな。プライド。ああそうやな、はい、セリム・ブラッドレーね。懐かしいな。お前さん多分名前も覚えてないのけど。いや覚えたんだ俺。嘘。じゃあ全員ホームンクル言える。全員無理。全員無理。エンビーは知っとる。全員無理だ。7人のホームンクルする。エンビー、エンビー、グリード、プライド、プライド、キング・ブラッドレー。いやあれラースやから。あれフンドのラースやからね。あいつは誰だったっけな。グラトニー。あーそうグラトニー。ラストもおる。あとスロース。スロース。うん。スロースさあ序盤系。いや一番最後やなスロースは。もうあとスロース飛んでるほったやつやな。スロースは最速のホムンクルスって言ってめっちゃでかい体ないけどめっちゃ速いっていう。めんどくせえが口癖のやつやな。それがもう楽勝なんやな。これ強すぎるんやパーティーが。え強いな。あれ守るからな。めっちゃ強いやんスキル。いいね。弱すぎやん。心を貯めときましょうかこれ。必殺技だっていうかスキル大事なのね頂上級になったら。スキルは大事ですよ。いや気持ちいいね。これポコポコの気持ちいいですよね。まあ、心のダンジョンのそれは大事なんだ。よいしょ。OK。あ全員貯まりましたねこれで。まだ、あ、ボス行くだけなんで駆け足で行きましょうかボスまで。OK 倒した。ボスですや。マジどこ持っていかんのお前体の。何がお前どこ持っていかんの。どこ持っていかんの。うのうるも大概ですよ人間。こいつのスキルがコロンを引っ込むかちょっと。はいですこれ食らうぞ。うわ瞬間としちゃう。うわやばい。え下げられてもたやん。マジかよお前ベガかよ。えあ見せた。やばいスキル使わない。やばいこれちょっとじゃあこれ使いますね。プレイヤーえこれはマルチでめっちゃ使えるスキルやな。すげえこれは珍しいあれやな、うん、スキルやな。これで一気にいきますか。じゃあちょっとこれで攻撃力アップします。 2.5倍。 2.5 倍はデカすぎる。これこの子はザマやつと一緒やろ。こうちゃう12チェーン5倍。いってこい。どれくらいこれで減らせるかやな。まあ、結構減ると思うけどな。超上級のボスめっちゃいいから。いけこっちやろこっち。おっしゃおっしゃ。これ減っとうな。オッケーダメージでボス多いな。おおめっちゃいった。よいしょー強い。あるもん強いやん。全然8や。おっ敵絶対混乱しよう。気絶中に出してダメージ5倍。うわっいってこい。えついやーすげーついやすか。もう一気に減らしてスカーめっちゃ強いやん。5台おいうわーいいですか。お父様お父様え、どんなスキルになるの。おー強いなー。強いなしてダメージ3倍。えおいしょー倒したー。おーしゃうわーおっしゃーブラッドゲートしたで強っ。てかパーティー強っ。あざっす虹卵は出ないでこれきたいやー嬉しい。虹卵したらめっちゃ嬉しいからねこれ。落ちにくいですかねこれ結構強いよなこいつは。キングブラッド名前がかっこいいよなまず。とりあえずもう一つ言えることは見た目もかっこいいじゃんこいつ、うん、おじいちゃんでこう人間のホムンクルさんですねこいつは。だから年も取っていくし弱っていくんですけど強いとね。
はい、こんな感じでポコロンダンジョンでプレイしたんですけども、はい、この鋼の錬金術師コラボっていうのが開催期間4月20日木曜日の12時から5月8日月曜日の23時59分までとなってます。まあ、結構長い期間開催されてるんで、まあ、ゆっくりね鋼錬コラボ楽しめると思います。そしてコラボ期間中にログインするとアルフォンスの兜っていう、まあ、この頭ですね、弟の、はいはいはい、弟の頭がもらえるんでこれも結構お得かなと思います。うん、では最後ねプレゼント企画、まあ、今回はすごい豪華なんでちょっとまとめさせてもらおうと思うんですけども、合計で今回は11名の方にプレゼントしたいなと思います。まず鋼の錬金術師の1巻から27巻までの全巻セットを5セット、はい、まあ、これで5名ですね。うん、で DVD3 セットで8名で iTunes カード5万円 Google カード5万円なんでこれで1名1名でこの時点で10名、はいはい、でプラス最後にこのガチャで出た結果で、まあ、8種類で出、まあ、キリオフ10万円ということで、はい、1名の方に iTunes カード10万円分をプレゼントということで合計11名で超ド級の、まあ、これラストということもあってね、心なんでとりあえずのラストプレゼント企画ということで、はい、かなり気合が入ってますので、ぜひぜひプレゼント企画応募してきてほしいなと思います。で応募条件なんですけども、まず1個目が、このチャンネルに登録するということ、そして2つ目に心のダンジョンをダウンロードするということ、うん、そして3つ目、コメント欄でどれが欲しいか書くことですね。漫画欲しいですとか、まあ、DVD 欲しいですとか、うん、iTunes カード欲しい、 Google プレイカード欲しいとか書いておいてください。それによって、抽選が決まるの で4つ目メッセージでやり取りができるようにするということで、5つ目期限ですけども1週間です、まあ、そんな感じのルールとなってますので、ぜひ皆さんねどしどし応募してください。そしてまあ結果発表ですけども1週間後の動画の最後で発表するので、ね、そちらもぜひね確認してもらえればと思います。はい、というわけでとりあえず今回はねポコダンとハガレンコラボだったんですけども、ポコダンね結構定期的に面白いアニメとコラボするんでいいですね。な、まあ、実はポコロンダンジョン自体がまず面白いですからね、これ。いや面白い、分かりやすいんでね、ルールが。だから単純にプレゼント企画に興味なくても、うん、ポコダンに興味持った方なんかはねぜひプレイしてもらえたらと思います。では今回はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。